どうも、私たち AOP です。浅木優奈です。小島凛です。春咲のんです。工藤ひなきです。広瀬ゆうきです。はい、ということで皆さん、本日は、はい、アニメあるあるを、ね、うん、はい、お話ししていきたいと思うんですけど、早く言いたい、はい、今日はおさまさんに関するあるあるをね、うん、みんなでお話ししていければいいなと思うんですけど、うん、おそ松の何あるあるにしますか？まるまる松あるあるにする？あー、確かにそれもいいですね。一松あるある。一松あるある。じゃあ一松あるあるでいきましょう。はい、はい。来ました。来ました。じゃあいきます。せーの、はい。じゃあ数話に1回出れる、うん、予測できない行動する。例えば一人ラジオ。ああ、一人ラジオ超面白かった。一人ラジオ面白かった。流行に乗らん、流行っていうか、まあ、流行りに乗らない。オタクっぽい、特有、うん。え、なんか、話を振られると思ってなくて、振られたら慌てる。ああ、確かに確かに。とりあえず、うん、する。決めてんな。それはあります、ね、ありますよね。全部あるじゃん。全部あるんだ。え、なんかミステリアスだね、この一松くって。そうですね、ミステリアスボーイ。なんか六つ子の中でも一番いいんですよね。心は優しいって、うん、そうだね、猫に優しいから。そうそうそう、すごい、なんて言うんだろう、疑心暗鬼なるでしょ、ね、なんかわかる、オタクだからこそわかるよね、疑心暗鬼になっちゃう、うん、そこも多分たまんない女性たくさんいるな、うん、この中で一番共感度の高い、うん、の人を決めます。なるほど、運をしたいな。でも共感はしますけど、うん、どれもわかるんだよな、私自分のじゃなければ朝日のかな、うん、あ、わかります、めっちゃ、うん、数話に1回出れるところがたまらない、うん、そうなんですよ。数話に1回のうち出れ、数話の1回のうち運する。あー、合体合体だね。それでいいんじゃないの。合わせ合わせ、合わせ合わせ、ガシャンガシャン。では AOP 的一幕あるあるは、数話のうち1回出れる、また数話のうち1回うずる。最高のキャラクターです。魅力的ですよね、うん、ちなみにこれはちゃんと書いておいても、これは AOP 個人の意見です。個人 AOP の見解です。非公式です。じゃあ2回目は、トドマツあるあるについて話していきたいと思います。イエーイ。じゃあみんな書いてください。はい、それでは一斉に発表しましょう、うん、せーの、ドン。あー、ニートの兄たちとは違うと思い込んでいる。あ、ツッコミをすることが多い。あ、確かに抜けがけしがち。あ、オチとして変なことさせられる。確かに。私もニート一緒なんで、結局一番ツッコんでる。うんうんうん、さあ、いやでもどんちゃんのめっちゃ抜けがけしてるね。わかる、さらっとね、うん、そうやってスマホもそうだし、そうそうそう、バイトもね、そう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 、一松が諦めてるとしたら、トドマツはまだ、うん、なんか諦めてないというか、うん、なんか見た目も気を使って、うん、女の子ともコミュニケーションとって、うん、例えばこれは、うん、3期の1話もそうだし、うん、なんか結構最近だと1人だけ違う服着てたりとか、まずいのやつ結構一番トドマツの人間性を言い当ててる感じはあるけどね、うん、思い込んでるから根本はやっぱりニートなんだけれども、うん、違うって思ってる。ひなきゃんもなんか、まあね、めっちゃ納得ですよね。まあ、だから損する立ち回りかもね。うんうんうん、一期の頃はトドマツまだなんか捨て子としてまだ伸び悩んでたように見えてたんだけど、助っ人外国人が来たあたりから、ああ確かに。どんどんなんか自分の立ち位置をどんどん出してきて、本性がね。じゃあこれで。はい、はい、AOP 的トドマツあるあるは、うん、オチとして変なことさせられるでーす。頑張れトッティ、頑張れトッティ、応援してるよ。はい、それでは最後におそ松さんのオチあるあるをしましょう。はい、スタート。これは私も決まってますね。それではみんな書けたということで、はい、一斉にオープン、でしょ、でしょじゃない、オープンしましょう。オープンでしょ。ガーン、爆発しがち、髪の毛。え、終わりみたいな、こっちがある。うん、見てるかも、視聴者置いていきがち。ムツゴが爆発して他のキャラが滑ってくる。わー、めっちゃある。あるあるある。私ね、みんな、ぬ。あー、死んだーっつって。
あ、生き返った。私、ヒロシさんにちょっと近いかもしれない。確かに、バカンスしてるよね、よく。ひなきもそっか。これは大体、いじりさわしょうのすけだが持ってく。あ全部なんか、割と共通してるところありますよね。うんうん、結果リングのやつ。全部合わせようよ。AOP 的おそ松さんのオチあるあるは爆発して天に召され他のキャラが全て持っていき結果的に視聴者を置いていきえ終わりみたいなシュールなオチになるでーす。なんかこれだけ聞いたらさ、うん、なんでそんなにみんな見続けられるみたいな感じ誤解されそう。確かにこの動画見たらでもなんか謎のやってそう癖になるんですよ、うん、それが、うん、何も考えずに見られるっていう魅力がある、うん、見たくなってきた見たくなってきたじゃんが何も関係ない人出てきちゃう。関係ねえ終わりーレッサンそんなことばかりサンミュージックやめたらせーのチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ジーン